ベトナム人民軍特攻隊はベトナム人民軍の特殊部隊。ベトナム語では特殊部隊を特攻と称する。現在は特攻司令部の管轄となっている。第一次インドシナ戦争時期、すでに特殊作戦は行われていたが、小規模のものに過ぎなかった。ベトナム戦争中も数的には少数であったが、敵攻法で破壊工作活動を行い、 ベトナムの B-52 と称された。1964年、各地の小部隊を統合して、第305特攻次団が編成された。1966年4月には、ベトナム人民海軍に、第126水上特攻連隊が編成された。1967年、独立兵家たる特攻を管轄する総参謀部直属の特攻司令部が設置され、 特殊部隊の作戦、訓練等の事故を干渉することとなった。ベトナム戦争後、特攻隊は拡大され、現在、13個特攻連隊、1個空挺特攻旅団を有する。各連隊は、約1600人を有し、以下のような編成を有する。要因は、ベトナム陸軍部隊から選抜され、ハノイの特攻学校で3から6ヶ月間の教育を受ける。 ベトナム戦争時代は、毎年、将校100人、歌士官、兵700から1000人を要請していた。連隊、大隊レベルでも、200日以上の訓練が行われるが、うっには一般に、政治教育や、生産活動に従事する。訓練内容は、射撃、投敵、隊列、体育等の基本科目であり、捕獲、爆破、地雷処理、偽装、地図の作成。 読解等の技術、戦術訓練にも重点が置かれている。ありがとうございます。